ヨハンゼ・バスティアン・バッハの作曲した無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001 から1006は3曲ずつのソナタとパルティータ合計6曲からなりバイオリン独奏の楽曲として今日では古今の名作の一つに数えられる。ソナタ第1番アダージョ作曲時期は1720年バッハが35歳。 経天宮廷学長として、音楽好きの君主レオポルト校に使え、多くの世俗曲を書いていた頃の楽曲である。バッハ自身の自筆譜による原版は、ベルリンのプロイセン文化財国立図書館の音楽部門に所蔵されている。そのタイトルページには、無伴奏バイオリンのための6曲の独奏曲、第1巻、ヨハンゼバスティアン・バッハ作、1720年と記されている。 1> 第1巻とあるが、第2巻というのは、無伴奏チェロ組曲のことである。バッハならではの達筆で記された原版には、語気や訂正は、ほとんどなく、聖書であったことがわかるが、奏功は残されていない。3曲の風が、有名なシャコンヌをはじめとして、全体に、重音奏法が多く、演奏は容易ではない。バイオリンによる対比法的表現は、 バッハ・カズトの発明ではなく、その前には、イタリアのフランチェスコ・ジェミニアーニ、ドイツのハインリヒ・グナツ・フォン・ビーバー、ヨハン・パウル・フォン・ベストホフ、ヨハン・ヤーコプ・バルター、ジャンバティスト・ボリュミエ、ヨハン・ゲオルク・ピゼンデルといった、作曲家が試みている。この、バッハの、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータは特に、ヨハン・ゲオルク・ピゼンデルの影響が指摘される。 バッハはビゼンデルとも交流があったことからバイオリン奏者としても名高かったビゼンデルのために書いたのではないかとも推定されている。3曲のソナタはカン・キュー・カン・キューの4楽章の典型的な教会ソナタの形式をとっている。ソナタの第2楽章にはどれも長大な風が置いている。一方、パルティータは第1番、第2番がアルマンド。 クーラント、サラバンド、ジーグという組曲の典型的な四楽章形式を取り、第三番は前奏曲、ルール、ガボット、メヌエット、ブーレ、ジーグとフランス風の還元楽組曲を思わせる部曲を配置している。なお、第一番はジーグの代わりにブーレが置かれ、第二番は四曲の部曲の後に有名なシャコンヌが置かれている。また、曲によっては、 曲の後半をルーブルとして一種の変装曲にしている。全6曲の導入にふさわしい厳粛な雰囲気を持っている。なおバッハはこの曲の第2楽章をリュートのためにも編曲している。アダージョ酔え音から始まり、全曲を通じて重音を多用する。自由な旋律の動きを持ち、プレリュード風の曲である。風がアレグロ4弦しかないバイオリンで、 複数セ部ブのフーガを滑らかに弾くのは、技巧が必要である。途中に単旋律が現れるが、バイオリンの残響を利用して、旋律を支える和音も表現されており、バッハの高い作曲技術が垣間見える。シチリアーナ編の長調その名の、通りシチリアーナ形式の部曲。プレスト上昇音系、加工音系を多用する。後に、ブラームスが、ピアノによる編曲を2曲残している。 4つのすべての部曲の後半にそれぞれ、ルーブルが置かれている。アレマンダダブル、重音をふんだんに使った、早調な第一楽章。コレンテ、ダブル、プレスト、重音は出てこないものの移り弦が多く、結果重音奏法と同じだけのボーイングが求められる。サラバンド、ダブル、テンポディボレアダブル、第1楽章同様に効果的な重音奏法が多い。クラヴィアのための編曲もあるが、 本当に、バッハ自身の手による編曲かどうかは不明である。第2楽章の、フーガは287小節にも及ぶ長大なもので、ある。また、第3楽章の、アンダンテでは、一本のバイオリンで、旋律と、通奏低音の二声を弾くというものであり、ボーイングの高度な制御が要求される。グレーブフーガアンダンテアレグロ257小節に、 及ぶ長大な、シャコンヌを終局に持つ。このパルティータ第2番はこの曲集の頂点の一つを、形成するもので、最も著名な作品である。前後曲。アルマンド・コレンティ・サラ・バンダギが着工なシャコンヌの、名称通り変奏曲の形式を持つが、二丁丁の中間部を有する三部形式とも取れる。音楽的な構成としては、冒頭の八小節に現れる低音の、 下行テトラコードをシャコンヌ主題とし、主事の変形を受けながらこの主題が32回現れ、その度に上昇を連続的に変装する壮大な作品となっている。当局はバイオリン独奏以外の楽器のために編曲されることが多く、エディソンでニソフは全局に還元楽伴奏を施し、バイオリン競奏曲に編曲している。シャコンヌ単体では、 ヨハネス・ブラームスによる左手の練習のためのピアノ版、フェルッチョブ・ゾーニによる両手のためのピアノ版、レオポルド・ストコフスキーや斎藤・ヒデによる還元楽版など様々に編曲されている。そなた全3曲中唯一の蝶々である。第二楽章の風ガは354小説からなる、長大なものである。来たりたまえ、創造主なる精霊よが主題となっている。 アダージョ風ガラルゴアレングロアッサイ、明るく、華麗な曲風を持っている。バッハ自身による、リュートのための編曲作品も残している。プレルーディオ、ガボット・イーエヌ・ロンドー、ジーグはラフ・マニノフによって、ピアノ用に編曲されている。プレルーディオ・ルーはガボット・イーエヌ・ロンドー・メヌエット、アイ・メヌエット・ツー・ブレイ・ジーグ。ありがとうございます。